石田次男は、日本の政治家、宗教家。公明党所属の参議院議員、総価学会理事、初代九州総支部長を務めた。1925年2月24日、秋田県和野市生まれ。芝浦工業専門学校を卒業後、1950年1月、総価学会に入会する。総価学会秘書室を経て、政教新聞編集長。 1951年7月11日、男子部第一部隊長。1953年1月2日、総価学会小岩支部長に就任し、特に教学方面を担当する。1953年、総価学会理事に就任する。1957年10月13日、九州総支部が結成され、初代総支部長となる。1959年、 創価学会の支援を受け、第5回参議院議員通常選挙に立候補し、当選する。災害対策特別委員長を歴任した。1964年、創価学会が中心となり結成された、公明政治連盟に参加する。党内では重要な役職にはつかなかった。1965年、第7回参議院議員通常選挙に立候補せず、政界を退く。 創価学会への復帰後は、会長、池田大作を中心とする、創価学会の活動とは距離を置いた。後に、池田らの仏法説を、内外一致の妙法、六四義下道説であると批判し、創価学会とは、没交渉の状態になり、宗門である、日蓮召集とも縁が薄くなった。 1980年、日蓮昌州の搬送科学会派僧侶の一部により、正信の部会が結成された際には、その理論的支柱となった。日蓮昌州が、相科学会と離別した後には、石田の諸説をしばしば延用した。1992年2月4日、神奈川県横浜市の病院で死去した。この際、原稿用紙600枚に及ぶ。 池田への還元と称する、遺言書を残した。A.B. 新帝政治家任命事件明治、昭和、石田自慢から言葉を置く、石田つぐおし死去。朝日新聞、長官31面。A.B.C. 古川俊明、システムとしての総価学会イコール公明党、第3所管、1999年。 ISBN 978から48億749万9229週刊文春12月2日、号43、44ページより引用。ありがとうございます。